ザウエルゾーン 38H は、ドイツのスールに拠点を置くザウエルゾーン社が開発した自動式拳銃である。第二次世界大戦中には、ドイツ国防軍の陸軍、空軍及びドイツ警察に正式採用された。38H の H は、ハンマーレスの意味で外見からハンマーが見えないが、激発は内蔵式ハンマーを使用する。 左側面にデコッキングレバーとマガジンリリースボタンがあり、マニュアルセーフティがないが、デコッキングレバーでハンマーを戻せば安全に携帯できた。また、マガジンを挿入しないと発砲できない、マガジンセーフティを装備していた。38H の固定重心、シンプルブローバック方式、内部構造は、シグザウ LP230、マニュアルセーフティをなくして、 デコッキングレバーが安全装置の役割をする特徴は、シグザウエル P220 へ、スイスのシグ社と共同開発した拳銃にそれぞれ引き継がれた。1938年から1945年までに大きく分けて3つの型が製造された。最初の生産型は、スライド左側に JP ザウエルウントソーンと CAL7.65 が刻印された。 2番目の生産型では、マニュアルセーフティが追加された。3番目の生産型では、スライドの刻印が CAL7.65 のみとなり、マニュアルセーフティも廃止された。ドイツ軍用ピストル図鑑1901-1945、ホビージャパン。ありがとうございます。